からの、からのばあさんばあさんからのじいちゃんと、もういいですか、止めてくんないか、いいですいいです、からのこっちにはからのがちょっとここで鳴り響いてるっていう、なんかすごい病気かもしれない。はい、ということで、はい、今回はアランマール富山からアイナマネージャーにお越しいただきました。ほぼレギュラーじゃないですか、ねえ、姉ちゃん俺らな、ようこのスリーショット見るよな、BDD でな、はい、本当に伊藤さんよりねえ、絶対ありがとうございます、いつも協力いただきまして、ありがとうございます。さあ、アイナマネージャー、はい、いよいよあのリーグ終盤なんですけど、はい、すごい絶好調でここまで来てますね、はい、皆様のおかげで、うん、ここからリーグ終盤ということなんですけど、はい、まあ、ちょっと意気込みなんかあればお願いします。はい、アランマーレ富山、皆様の応援のおかげで今絶好調でございます。リーグ後半戦に向けても対戦相手の傾向とかをしっかりと読んで、皆様にまた応援していただけるようにチーム一丸となって頑張りますので、よろしくお願いします。おー、行きましょう、行っちゃいましょう、楽しみですね。はい、そしてここはどこですか。ここはおたやせりお2階ジーバです。おー、久々来たジーバ、懐かしいな、懐かしいですよ、覚えてますよ、ね、はい、我々はやっぱりオーディション組ですからね。そう、オーディション組ですからね、いっちゃん、僕、伊藤さんは、伊藤さんは再オーディションですね。いや、まあ俺もオーディション一応参加してもらってね、オーディション組ですからね、緊張してきた、緊張で、あ、そうですか、はい、勝ち取った枠ですから、ね、そうそうそう、あの時のこと思い出すね、ゴッドルとね、本当にアイナさんとかはどうですか、来たことありますか。私ここに来るのは初めてなんですけども、はい、以前あの佐々木選手とかがここにお邪魔して、うん、実際に手作りで物作ったりしていて、イカの絵イラスト描いて、はい、作ったりしていたの楽しそうだなと思っていました。うん、はい、そう、念願の、念願のです、あらら、やっと来れました、ありがとうございます。そうなんですよ、ここのジーバにはですね、富山県の伝統産業の商品が販売されていたり、伝統産業の体験をすることができる場所となっております。確かに、そうなんです、その中にはですね、スタジオ、スタジーバがありまして、本日はそちらで撮影をしていこうと思います。なるほど、はい、そして本日の企画なんですけども、以前のびさんが、うん、企画会議の際にプレゼンされた、はい、アランマーレ PV 作ろうぜ、そのコンテをですね、はい、本日は皆さん書いていきたいと思います。すごい、採用されたんだ。そうなんですよ、なかなか採用されることなかった人生です。ありがとうございます、監督、感謝、感謝、感謝以外は何もないです、感謝以外は何もないです。あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、皆さん、はいはい、見えてますか。はい、金森さんからコンテの内容ひどすぎたらクビ、あら、え、重い、重いな、かわいい字で重いこと書いてます好きやな、あの人クビにするな。いやでもかかってるな、これは、やつはかかってる、そうなんですよ、だから今日はですね、全力で、はい、コンテを皆さんで書いていきたいと思います。はい、はい、それでは早速、はい、スタジオの方に行きましょうか。行きましょう、はい、行きましょう。さあ、スタジーバの方に移動してきました。はい、じゃあちょっとのびさん、はい、企画の説明をお願いしてもいいですか。アランマーレの PV を作ろうねえ、ほんとに各々の、うん、今誰でもこう動画が撮れる時代なので、うん、各々の、アランマーレをこう撮りたい、ああ撮りたい、かっこいいシーンをね、自分がこうカメラに収めたい、そういう思いで撮影していただいて、はい、それをね、おのおのの独自のセンスでつないでいただくね、で、一本の動画をね、作るという、なるほど、そういった企画となっております。時間は、時間は、うん、で、1分以内にしましょうか。はい、1分以内ね、はい、でも自由、はい、はい、じゃあ、はい、早速、やりいきますか。はい、行きましょう、はい、はい、スタート、オッケー、行こう、唐突なスタート、ありがとう。これあれですか、スマートフォンとかでちょっと情報とか見てみますか。あー、いいんじゃないですか、いいですか、収集、はい、ぜひ、はい、なんていうんですかね、例えば、はい、オフの時に、はいはい、明るいっていうかおちゃらけてる人って誰なんですか。オフの日にアクティブなのは、うん、背番号17番の大松沢さん、うん、はいはいはい、
とかが結構アクティブに、はい、ちょっと意外かもしれないね、はい、私もそう思ってたんだけど。ちなみにこのそのメンバーは何人ぐらい、この仲いい人って何番の方ですか。同い年の、うん、8番宮田かな、はい、8番の方、はい、宮田選手とかで、うん、あのすごい情報収集してますけど、うん、大枠でどんなテーマであるかとかありますか。どんなテーマで行こうとか、伊藤さんありますか。テーマはやっぱりこのスローガンにかけてちょっと作ろうかな。ああ、はい、はい、はい、ネクストステージ、うんうん、スローガン、あやすいな、あやすいな、ネクストステージ、はい、これでちょっと最後にそうなるようなイメージで今作ろうかな。すごい、やっぱりすごいですね。やっぱり芸人さん、ちょっと違う、確認ですけど、いじってんのどっち分かんないんだけど、褒められてんのかいじってんのか。僕はいじってましたメイちゃんはそんなことないと思う、はい、なんかある種ちょっとベタな感じで、でも横断だからなんか無題とかで行くのかと思って。いや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 、そういう一応なんかそんな感じで行こうかな、はい、アラン・マーレを率直に見てて、うん、やっぱり思ったのが、うん、スタイリッシュだなって毎回思うんですよ。やっぱりかっこよさの方が際立つというか、うん、めっちゃシュートも打つし、うんうん、グッドワークも軽いし、うん、なんかそのスタイリッシュさというか、その爽快感があるような PV を作りたいなって僕は思います、うん、スピード感、爽快感も。あー、なるほどね、ハンドモールっぽいですね。そうです。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。まあ、じゃあめいちゃんはどうなの。私はやっぱり会場で実際に選手の方たちの、まあ、キーパーのとかプレーとかを実際に見てるので、うん、その迫力を私たちが味わったらどうなるんだろうっていう感じで、7メートルスローとかをなんか5秒チャレンジとか言って、みんな5秒ずつ5秒ずつ5秒ずつみたいな感じでやって、この迫力を皆さんもぜひみたいなイメージかなって思ってます。ちょごめん、書いてて聞いてなかった、ごめん。なんでちょ、聞けよ。なんで、ロナちゃんはってイメージで描いてるんだ。私はインパクトと、うん、あの選手の方とも一緒にこうコラボさせていただいたりとかさせていただいてるんで、うんうん、すごいなんかこう明るさと楽しさっていうのはすごい感じさせていただいたんで、うん、それもなんか入れれたらいいなと思って、うん、あ、選手はその感じね。そうです、そうです。ああ、なるほど、そういう感じね、はい、聞いてない聞いてる聞いてる聞いてるそんな感じじゃない。聞いてる聞いてる、そんな感じで何でも何でも分かるんですよ。じゃあ内山さんはどうですか、一番ね、チーム選手とかとも接してますけど。そうですね、私はみんなのこう休日の姿というかオフの日の姿とかをこうピックアップして、はい、なんか選手である、うん、あるけどもやっぱり一人の女性として女の子としてこういうことをして過ごしてるんだよってことを皆さんにお伝えできたらなって。でもそれは皆さん知りたいですよね。でもさ、アラン・マーレ富山の PV ですよね、はい、ってことはオフモードオンリーではちょっと本当ですっていうことになるわけですか。じゃあ分かんないですけど、でもまあ PV なんでそんなもんですか、うん、そんなもん。でもその選手がそんないつもオフな感じの選手の試合の姿どんなんだろうって聞いたのかもしれない、うん、じゃあ曲のハンドボールが出てこなくても大丈夫。いいと思いますよ。え、マジですか。私全然出すつもりなかったです。そうなんですか。じゃあ今あの携帯電話の CM に携帯電話出てきますかって話ですよ、うん。それは出てくるんじゃないの。大体こうやってやって出てきますけど、フューチャーされてますかって。でも出てくるやろ。やっぱりいかに人を引きつけるかの話です。マジでこれそういうことな、はい、興味を持ってもらうことが入り口なんで。まずその理論でいくと、はい、ハンドボールはおるから選手すら出てこなくてもいいってこと。いや、いいじゃないですか。それはでも、それは極論すぎますって。それ議論になってないというか、はい、どうやらなんだ真剣10代喋るみたいな絡んできやがって。でも自由ですよ。マジだから、おのおのこうプロモーションしたい、うん、アラン・マーレのその映像が撮れればいいんじゃないですか。まあむずいなこれ、ちょっとむずいな。もうマジで絵描けないんですよ、マジで。ちゃんとね、だからイメージはできてるんで、ここの場所がどこでとかいうのは口頭では説明はできるんで、ちゃんと。伊藤さんの顔がただのニコちゃんマークになっちゃった。俺出てるの。いいっすね。
出てます、うん、どうしようね、さんっていうのこっちにも権利あるから、選ぶ権利あるからねちょっとうるせえなうまい、躍動感は全くないけどちょっとなんかめっちゃ言われてるワンカット目に躍動感が一つもないけどさ、可愛いって言ってくださってますよ。ちょっともう棒人間じゃないですかこれ比べて棒人間じゃないですか、描けないんだよ本当に絵が。完成しました。早いっすね。早い。先に失礼いたします。いや、あらないでください。すいません、自信は全然ないですね。ないんか竹内芽衣、終わりました。本当はこのあのチャレンジをリリリのメンバーとにしようと思ってたんですけど、うんまあ、やっぱりディレクターとして、あのランジピュールを出したいということで、はい、ちょっとランジピュールを出すことにしました。なのでちょっとそんな感じですかね。はい、よし、これでいこう。もうよし、できた。できました。まあちょっと2パターン作りました。はい、一応かっこいい系と、まあ、ちょっとクスッとくるような系、2パターン作ったんで。さすがに芸人さんです。なんだそのいじり方今日覚えたそのいじり方行きました。おーきた。あ、でもこれ本当に動画にしたらかっこいいんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ自信満々や。今回アラカワールドは出てますか？いや、多分出てないですね。なんだアラカワールドって。やっぱルナちゃんはもう特有のワールドがあるじゃないですか。あ、それアラカワールドって言うんだ。アラカワールド。はい、できました。よーし、はい、できた。はい、自信は？そう、自信、じゃあ自信ないとプレゼンしないでしょ。ちなみに一作品ですか？一作品です。なるほど。やっぱり自信の表れですから。一発逆にね。逆にじゃなくて真っ当にですよ。あ、じゃあだから二つ書いちゃうのは逆に自信がないからと可能性もあるってことか。そういうことか。でもネタ数多いのは芸人としていいと思う。ちょっとみんなの見るのめっちゃ楽しみやな。本当。確かに。ね。それでは皆さん完成したということで、一人ずつ説明していただきたいと思います。まあ、ドライブをしている姿を助手席から撮りまして、本当に彼氏目線というか、まあ、プライベート寄りにしたということね。はい、はい、まあいいラインいってます ね、 いいラインありがとうございます。誰が言ったの？なんだけどスーパーアラン・マリオみたいな感じで、うん、まあ、これをね、アラン・マールの選手の皆さんと金森監督に見ていただいて、審査をしていただいて、はい、どんな結果が出るのか楽しみですね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。1位は、こちらです。